才能か、入団当時の福留派、何も持たない選手だった。少なくとも私にはそう思えた。福留孝介です。ショートです。よろしくお願いします。大丈夫か、こんなゴツゴツした子が。特に捕球や送球がいいわけでもない。守備範囲も普通。守備という点では、久慈や今年の井端などとは比べ物にならなかった。案の定、試合で、何度も何度もエラーする福留に、ショート派到底無理だと言った。4年目にはショックな言葉だ。悔しくないのか。そうではなかった。その日から練習が終わった後、佐々木と残って黙々とバッティングの練習をする福留を見て、彼が何も持たない選手ではないということに私は気づいた。あいつは、うちに秘めた投手と、綺麗なフォロースルーを持っていた。